The one and only Volters. Volters. 皆さんこんにちは。プロバスケットボールチーム熊本ボルターズヘッドコーチ安田です。こんにちは、背番号9番松尾圭介です。今月も県民の皆様に熊本ボルターズの活動をご報告させていただきます。今シーズンもいよいよ終盤戦に突入です。いつもアリーナに足を運んでくださって熱いご声援を送っていただきありがとうございます。3月は2週連続のアウェー戦となりました。1週目の3月3日4日は青森マック戦、1戦目は93対85、2戦目はチーム最多得点となる105対90点と2連勝を飾ることができました。特に背番号8番のジョシュ・ドゥインカー選手が大活躍でチームを引っ張ってくれました。1戦目はシーズンハイとなる36点、そして2戦目は自身のキャリアハイであり B2 史上最多得点となる45得点を叩き出してくれました。おめでとう。続いて2週目の3月10日11日は広島ドラゴンフライズ戦です。昨シーズン最終戦まで B1 昇格プレーオフ争いをした熊本ボルターズ最大のライバルです。それもあって試合前から両チームの SNS でも盛り上がる試合となりました。チームとしては当然2連勝を目指して臨みましたが、1戦目は74対85と悔しい敗戦となりました。しかし2戦目ではチームとして絶対に勝つという強い意気込みで臨み、最後の最後までもつれる展開となりましたが、82対78でなんとかリベンジを果たせました。最大のライバルである広島ドラゴンフライズにシーズン通して勝ち越せたことはチームにとっても大きな自信につながりました。3月24日25日には同じ西地区首位のライジングゼファー福岡をホームに迎えての九州頂上決戦、そして熊本地震からちょうど2年となる4月14日15日には東地区首位を独走する秋田ノーザンハピネスとの熊本地震復興マッチがあります。シーズン最後の最後まで厳しい戦いが続きますが、勝ち星を重ねクラブとして悲願である B1 昇格に向けて最後の最後まで戦い抜きたいと思います。改めてブースターの皆様からの熱い応援をよろしくお願いします。私たち熊本ボルターズはフェアプレーの精神と相手への思いやりを大切にしています。試合ではルールを守って正々堂々競い合い、相手を思いやり大切にする気持ちをいつも持ち続けています。これはコートの中だけではなく普段の生活でも同じことです。一緒に作ろう、一人一人を大切にする熊本、みんなで守る人権。ここで熊本県からのお知らせです。皆さんは県庁新館2階にある熊本県人権センターをご存知ですか？熊本県人権センターでは人権に関する図書や DVD、 ビデオの無料貸し出しのほか、研修資料の提供や講師の紹介などを行っています。また人権に関する相談窓口も設けており、面談や電話による相談をお受けしています。相談専用の電話番号は 096-384-5822、 DVD などの貸し出しについては 096-333-2300 まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。次に人権メッセージ作品集、大切なあなたへのご紹介です。この作品集は平成28年度まで実施していた人権メッセージあなたの一言募集に県民の皆さんから寄せられたメッセージを掲載したものです。短いメッセージから人権を大切にする気持ちが伝わってくる温かい作品集となっています。熊本県人権センターで無料で配布していますので、ぜひお立ち寄りください。次に平成29年度の心隊の活動をご紹介します。今年度も心隊は保育園や幼稚園、小学校や特別支援学校を中心に県内各地で活動しました。会場の皆さんからは心隊と一緒に歌を歌ったりダンスをしたりしながら楽しく人権について学ぶことができたとたくさんの好評をいただいています。来年度も引き続き心隊の出演を募集します。多くの皆様からのお申し込みをお待ちしております。
次に人権啓発映画上映会についてのお知らせです。熊本県人権センターでは昨年から毎週木曜日と金曜日に1日3作品の人権啓発映画上映会を行ってきました。今年度たくさんの方に参加していただきありがとうございました。4月からの上映スケジュールや作品の内容は熊本県人権センターのホームページに掲載しています。お気軽に熊本県人権センターにお越しください。以上、熊本県からのお知らせでした。私たち熊本ボルターズはチームワークと相手への思いやりを大切にしています。練習や試合ではお互いのプレーを厳しく注意することもありますが、相手を思いやり、いつも大切にする気持ちを持ち続けています。これはスポーツの世界だけではなく普段の生活でも同じことです。一緒に作ろう、一人一人を大切にする熊本、みんなで守る人権。